地には、平和を、は、小松左京の短編 SF 小説。1961年に、第1回空想科学小説コンテスト努力賞を、受賞、宇宙人1963年63号に、掲載された。第50回、直木賞候補作品である。昭和20年10月末の滋賀山中、15歳の少年である、河野康夫は、学徒で編成された。 本土防衛特別隊、黒桜隊の少年兵として、米軍の本土上陸作戦に抵抗する、戦いの中にいたが、本隊よりはぐれ、一人山中をさまよっていた。そして絶望的な戦いの中で食料を得るために、米軍の弾薬集積地を襲うが、撃たれて、瀕死の重傷を負う。最後を悟り、手榴弾で実血しようとするが、謎の人物に助けられた。彼は自らを、 ティーマンと名乗り、この歴史は間違っている。従って、本来の歴史に修正するのだと安尾に告げる。日本人がすべて悠久の大義に生きることのどこが間違っていると反発しなおも自殺を図る安尾だが、ティーマンの言う、本来の歴史が実際に起こり得ると悟って戦慄する。やがて、本来の歴史に修正された戦後世界で、安尾は、最初と交絡に訪れた志賀高原で、 黒い桜をかたどった見慣れぬエボナイト製の強章を見つける。彼はそれを手にしたとき、この世界について、なぜかおぞましい不襲を感じるのであった。この作品は、8月15日の終戦を決めた、午前会議で、クーデターが発生し、主戦派が政権を奪取することで、本土決戦が起こる。もう一つの歴史を作ろうとした5000年後の世界から、来た時間犯罪者と、 それを阻止しようとした時間パトロールの物語である。地には、平和をという語句の出典は、文語訳、ルカ伝第二章第14節の、地には平和である。南山博史によれば、元の原稿につけられていた題名は、おのつかない、地には平和であったが、S、F マガジンの編集者であった南山が、空想科学小説コンテストの最終選考に回す、際。 この方がタイトルとしてもスマートだし、祈りの感じが出るだろうとして、無断で、を付け加え、小松が元に戻さなかったためにそのままになったものという。小松はこの作品において、時間犯罪者の口を借り、日本は、あの敗戦の中で何もつかまなかった。中途半端な妥協より、徹底的な犠牲から何かをつかむべきではなかったかと、語らせる。この作品以後も、 果てしなき流れの果てになどの作品で繰り返し語られる時間の流れを改変して理想の歴史を作る一派とそれを阻止する時間パトロールとの確執は本作から一貫して小松が問いかけているテーマの一つである以下の単行本に収録ありがとうございます